4月から始まりました新コーナー、知恵のアフタヌーンラウンジ。第1、第3金曜日の午後のこの時間にだけオープンする知恵のアフタヌーンラウンジ。国際交流をキーワードに各界の多彩なゲストをお迎えします。観光、廿日市に住む外国の方、教育、行政、メディア、文化、多文化共生にご尽力をいただいている方々など幅広い範囲からゲストをお迎えします。知恵のアフタヌーンラウンジ。このコーナーは廿日市市総合健康福祉センター山崎本社みんなのアイプラザでおなじみの山崎本社グループの提供でお送りします。さて、今日のゲストは、私が以前廿日市市商工会議所の意見発表会の司会をさせていただいた時に、わあ、なんだかこの方パッションを感じると思って、早速 FM 廿日市の番組にお声かけをした方なんです。月の光国際保育園園長でいらっしゃいます望月力さんです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。望月さん、早速のいつもの、はい、黄色のお月様の被り物 で、ね、はい、もう提供を噛みそうになっちゃいましたお出演するからにはちょっと目立とうと思いました。望月さんって本当実はすごく強いパッションを心の中に秘めていらして、とっても勉強家、真面目でいらっしゃるのに、なんかそんなものかぶってギャップがあるんです。あ、ギャップ、そうですね、ギャップ狙いで、はい、AB 型ですか。いや、 B 型です。あ、 B 型、 B 型です。じゃあ真面目なじゃないですね。真面目ではないです、ね、はい、おかしい。でも望月さん、そうそう、帰国子女でいらっしゃって、はい、以前は千葉県に住んで、あ、そうですね、いらっしゃって、はい、幼稚園、小学校、中学校、高校と全て教員免許、はい、持ってますね、はい。で、どんなお仕事を千葉でなさってたんですか。千葉の時はインターナショナルスクールで教員をしておりました。インターナショナルスクールで教員、はい、そうなんです。そんなのかぶってですか。これはかぶってはいないですけど、はい、これ今だけ、はい、そうなんですね、限定で、はい、そう、黄色の、はい、目玉焼きの黄色のところみたいなでもお月様なんですか。何なんですか、そちら。月なんですよ、うちが、はい、月の光国際保育園という園を園長してるんですけれども、はい、その、ロゴのキャラクターでして。へえ、はい、それ望月さんがお作りになったんですか。いや、ちょっと業者さんに頼んでます。特注で。そうなんですか、はい。でもいつもね、はい、YouTube もアップなさっていたりと、多彩な方だから、いろいろデザインもされたのかなと思うんですが改めまして、そう、千葉からこちらの大野にいらっしゃったのはいつでしたか。ですね、こちらに来たの2018年ぐらいなんですけれども、はい、はい、2019年に、先ほどお伝えしたその月の光国際保育園の立ち上げをいたしました。そうですよね、はい、月の光国際保育園、はい、この間も私家族と遊ぶと言いながら、うん、この辺りにね、国際保育園があるんよって言ったらこの田んぼの中に行ってて言ってましたけど、ね、でもすお子さんたちの声でにぎわう、とっても、はい、ね、素敵な保育園、はい、ですよね。田んぼばかりだったんですけど、はい、どんな保育園で、どういう目的でお作りになったんですか。そうですね、月の光国際保育園というふうに国際がつくんですけれども、はい、外国人の先生が、はい、日本人の、保育士資格を持った先生と一緒に担任をしまして、英語に触れたりですね、うちは国際教育もちょっと力を入れているので、うん、そういったところでもこう幼少期からですね、国際感覚を育むような、うん、そういった保育とか教育ができればと思って立ち上げをいたしました。でも先ほども言いましたけど、その大野の田んぼの中っていう、はい、すごく子供にとっては最高の自然に恵まれた地にあって、ね、はい、で当たり前に泥んこ遊びとか、そういう普通の遊びももちろんありますよね、はい、そうですね。にプラスして外国人がいらっしゃる先生が、そうなんですよ、外国人の先生がもう本当に先ほど言われたような、はい、こう虫を捕まえたりとか、外で遊んだりとかっていう、そういった本当に日々のこう生活とか遊びの中にこう英語がありふれるような、はい、そういった環境を作りたいなと思いまして、はい、子供っ
って耳がいいからそのまんまコピーして言って発音とかもいいんじゃないですか。うん、そうなんです。発音が良くてですね、あの大人のこうに日本語英語あるじゃないですか、あれをこう修正するような修正されちゃう怖指摘するような 怖いね、はい、すごい耳から入ってるから発音がいいですね、子供たちは。そうですね、はい、なんといってもこう日本人って英語アレルギーっていうか、なんか英語イコール勉強みたいな、ね、そうなんですね、そういう気持ちを持たないっていうのがいいですよね。そうですね、やっぱりこう中学校とかね、お勉強になるとこう評価をされたり、テストで点数ついたりするとちょっとやっぱり嫌な気持ちになるじゃないですか、ね、そうですね、本来はやっぱり楽しいものなので、あの楽しく子どもたちには学んでほしいなという思いで、やってます。でもちろん日本人の保育の保育士さんもいらっしゃって、はいはい、そうですね、認可保育園なので、はい、あの基準を満たした保育士資格を持った先生たちがいらっしゃいます。でもなんだかあの外国の先生がいらっしゃるというのが魅力で、わざわざ広島市内の方から引っ越していらっしゃる方も。そうなんですよ、引っ越してきていただいた方が、まあ、大竹とか広島 市、あの廿日市市外からですね、あの来ていらっしゃる方もいらっしゃって、そうなんですね、ありがたいですね。いやでもやはりどうせ入れるんだったらいい意味で田舎で、でもかつこう外国人の先生が身近にいる環境の保育園に入れたいっていう気持ちはきっと誰もが持っている感情だと思います。そうですね、ありがたいことに、はい、ニーズはあって、すごい。そしてなんとびっくりしたのが、先月第2園目をオープンなさったんですね、はい、そうなんです。4月に、フルムーンインターナショナル子ども園大野という子ども園なんですけれども、はい、今回はですね、この4月に開園しました。保育園とは違うんですか？保育園とはちょっと違ってですね、まあ、本当に簡単に言うと幼稚園と保育園の良さをこう合わせたような、施設になっておりまして、はい、いろいろとあるんですね。いろいろあるんですね。そしてなんとまたさらに大竹に開園を、はい、そうなんです。来年ですね、来年2022年4月に、フルムーンインターナショナル子ども園大竹ということで、こちらも開園予定なので、素晴らしい、順調に。そうですね、お、はい、そしてなんといってもあの国際バカロレア認定保育園候補というのが大きな売りということです、はい、これどういうことなんですか？そうですね、今国際バカロレアっていう教育プログラムがあの世界中でですねすごく評価が高くて、はいはい、3歳から19歳の、まあ、子どもたち生徒さんを対象にしていまして、広島県でもあの2019年に開校した、県立の H 学園さんとかですね、他にもあの、その国際バカロレアっていうのを取り入れている学校とか、園とかがですねすごくあの国内外でも急速に増えておりまして、その卒業その、国際バカロレアの認定の要件を満たすとハーバードとかオックスフォードとか東大とか広島大学とか、まあ、そういうところにこう入学することができると、その入学要件としても認められていたりしてですね、すごく今評価が高いプログラム。望月園長ご自身も最近大学院、あ、そうですね、通信で、はい、卒業なさって。そうなんですよ、今大学院とかオンラインで学べる大学院とかすごく増えてまして、オーストラリアの、国際バカロレア専攻で大学院の先日ですね卒業しました。素晴らしい。じゃあ今度ハーバードですか？いやいや、ハーバード、考えておきます。はい、まあそれは考えておいて、多分、はい、望月さんとしてはご自身がこう学んだことをお子さんたちにこう共有されたいというね。そうですね、一番はこうなんか主体性っていうのをすごく、主体性、はい、子どもたちがこうやりたいことをこう引き出して、その力を伸ばしていくみたいなプログラムなんで、はい、そういったところをちょっと重視していければなと思ってます。そうですよね、はい、この番組では必ず聞くご質問があるんですが、はい、まずは望月園長にとって国際交流ってどんなことだと思われますか？そうですね、もう本当に廿日市市はこう世界遺産の宮島もあって、国際交流がすごくこう縁が深いような土地柄だと思うんですけど、私自身その海外に幼少期8年ほどですね住んでいたので、自然とこう国際交流をしていたなとは思うんですが、その国際交流っていう言葉自体はこうなんかちょっとハードルが高そうな感じがしますけど、はい、もう本当に簡単に、まあ、
ね、今ちょっとコロナで行けませんけど、うん、海外旅行したりとか、はい、外国の方と触れ合ったりとか、はい、まあ、英語を学んだりとか海外のドラマを見たりとか、本当にできることから始めることが大切なのかなというふうな思いと、うん、さっきまでちょっとこう英語って勉強みたいでちょっとこう、ね、あの壁を感じるっていう方もいらっしゃるんですが、あの私芸能人 の出川さんが好きなんですけど、はいはい、出川さんってこう一生懸命こう英語で、あの下手でもこう一生懸命コミュニケーションを取ろうとするじゃないですか。ああいうふうにこう本当に恐れずコミュニケーションを取ったり、こう楽しむ姿勢っていうのが国際交流にあったら、あのいいんじゃないかなというふうに思います。本当そうですよね、はい、日本人って日本語話すのも結構恥ずかしいってこう逃げちゃうっていうところがありますけど、ある意味日本語でもいいんですよね。そうですよね、ゆっくり話せば手身振り手振りでも ね、あのこれは鉛筆でとか言えば分かるっていうニュアンスとか で、本当ですね、うん、それもそういうのを恐れちゃうからこう交流が生まれない。そういう意味では出川さんは本当国際人ですよね。すごいですよね、国際人ですね、うん、本当、はい、そういう面白いですよね、うん、自分から主体的にこう人と話したいと思う気持ちっていうのは私も同感です、うん、はい、なるほど。でもう一つ聞かなきゃいけない質問がですね、はい、座右の銘なんですが、はあはあ、どんな言葉ですか？そうですね、あの英語で、言うとですね、うん、Where there's a will, there's a way、日本で言うと、まあ、意思あるところに、道ありという訳になると思うんですけど、はい、まあその、まあ、今回認可保育園をこう、保育園とか全然保育とか全然あの私もあの素人だったので、はい、一緒にこう立ち上げをした理事長も全然素人だったので、はい、本当にわからない中、認可保育園の立ち上げとか、その日本で初めてこう国際バカロレアをやるなんて言っては見たものの、やっぱりあのたくさんの方からやっぱりそんなの無理だからやめておけと、うん、いうふうなことを言われたんですけど、やっぱりすごい強い意志を持って本当に周りの方々の支えであの達成できることがあるんだなっていうことを経験できたのはすごく良かったなというふうに思うのと、やっぱりさっきの主体性という話をしたんですけど、子どもたちにもやっぱり強い意志を持って、うん、あの不可能なことはないという気持ちをですね、伝えていければなという思いで、座右の銘をそういうふうにしております。さすが、なんかこの言葉、リンカーンの言葉とかも言われてるし、はははそうですね、あと初回のゲストでいらっしゃる松本太郎初回って市長もこの言葉が座右の銘と。そうなんですね、ちょっとこの座右の銘聞いてますね、最近。聞いてますか？聞いてます。聞いてますか今、あ、そうなんですね。でも本当同感ですよね、はい、強い意志があればなんか道は開ける。そうですね、どうしてそんな強い意志を、なんかきっかけが、どうしてなんですか？なんか逆に、はい、やり何かしたいけど見つからないってこう悩んでる若者も多いですよね。そうですよね。そういう子の手伝いを私何かどういうふうにアドバイスしてあげたらいいのかなって思ったりするんですけど、そうですね、なんかそのやっぱり子供たちにもうやっぱこう好きなことしていいよって言っても、何したらいいか分かんないっていうね、あのこれもやっぱりあって、普段こうちょっと保育でも大切にしてるのはやっぱりいろんな経験をさせてあげる、でいろんな経験とか選択肢があると、その中から自然と、はい、あこんなことが好きだなとか、こんなことやってみたいなんて思いが子どもたちから出てくるので、そういうこう思いとか声とかをこう拾ってあげてですね、で次に広げ、あのつなげられるような、探求していけるような仕組みを作っていけたら、あのいいんじゃないかなと思うんですけど、うん、難しいですよね、でもね、はい、でも何かちょっとこう背中を押してあげるような環境を大人としてですね、わかりました、はい、ではちょっとここで曲ブレイクといきたいんですが、はい、リクエスト曲どういう曲でしょうか？あ、そうですね、クイーンの We Will Rock You っていう曲なんですけど、どんな思い出があるんですか？そうです、あのアメリカに住んでいた時に小学校で、はい、体育が、あ、体育とかバスケットボールが流行ってたんですけど、はい、マイケル・ジョーダンとかですね、うん、あの頃で、でみんなで歌ってこう応援しているような、はい、そんな曲です、はいはい、ではお届けしましょう、はい、今日は月の光国際保育園園長望月力さんをお迎えしています。 We Will Rock You がかかっていたと。はい、そうですね、あのみんなで手拍子をしながら、はい、楽しく歌ってましたなるほど、どんなお子さんだったんですか？子供の時は本当に勉強大嫌いで、勉強、それはだから、でもか何歳から海外に来て、オーストラリアに行ったのが1歳から5歳ぐらいですね、でその後小学校3年生から中学校1年生ぐらいまで、アメリカに住んでたんですけど、小学校じゃいわゆる 3,4 年の頃、はい、やんちゃな男の子の頃勉強嫌いだったんですか？勉強大嫌いでしたね、もうだから宿題とか一切やらなかったですね。大変でしたね、でも海外で大変ですね、はい、
なと思います。英語だってね、はい、日本人ですもんね。そうなんですよ、わかんないですからね。3年生の時はもう英語わかってた。わかんなかったです。だからもう本当に英語ゼロの状態で行ったので、トイレに行きたいとかも言えなかったので。そうですよね、はい、しんどかったですね最初。しんどかったですよね、学校の勉強、はい。じゃあどういう風に過ごしていたんですか。だからもう本当に遊んでばっかりでしたね。外でこうスポーツしたりとか。遊ぶ友達は、あ、友達は本当に、はい、外国の子も、まあ、日本人の子も現地にいた子もいたので、あのお泊まり会をしたりとか、はい。あ、じゃあそういう社交性は幸いだったんですね。そうですね、なんとかありましたね。だって英語話せないし、もう僕嫌だってなる人もいるじゃないですか。はい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 、そうですね、勉強は嫌だけど、はい、じゃあそれこそ身振り手振りで、多分勉強が嫌いだからこそ、そういう友達と過ごす時に英語って必須じゃないですか、話せないと伝わらないので、自分が言いたいことも、はい、だからその中で自然と学んでいったのかなという感じはしますね、はい。で、いつ日本に帰ってこられたんですか。中1です。中学校1年生です、はい。じゃあ中1に帰った時は英語はやはり周りの人よりはできてました。そうですね、あ、はい、勉強は嫌いだったけど、勉強嫌いだけど英語だけは。そうですね、ですよね、はい。じゃあこう発音が良くてちょっとこう浮いてる感じ。あ、そういうのもね、ありましたね。そういうのもね、よく聞きますよね、はい。ありますあります、帰国子女あるあるですね。そうなんですね、はい、帰国子女あるある、はい、そうなんです。で、中学校になってから、はい、日本に帰ってきてからは勉強はどうでしたか。日本語でもそこでもやっぱ嫌いでしたね。そんなにする方じゃなかった。基本は嫌いですね、勉強。でも大学に進学されて、はい、で教員になってるってことは。そうですね、まあ、最低限やることはやってましたけど、やっぱりでも好きなことを続けていた感じですかね。英語もやっぱりあの得意っていうのもありましたけど、好きだったので、まあ勉強続けられたかなっていうところがあるので、嫌いなことは本当に全然やれなかったので。それこそさっき言ったその子供たちがやりたいことをこうどんどんやっていけるような環境を作れたらなっていうのも、そういうのもつながってるかもしれないですね、はい。でもね、大学院も卒業なさって、そしていろんな教員免許をお持ちになってというのをお聞きすると、はい、お勉強が好きな方なのかなってみんな思うけどそうでしょうけど、違う、実際は違いますね。やっぱりこうやりたいことが見つかると集中できるんでしょうね、はい。そうでしょうね、はい、強いですよね、そういう時の人の力っていう。人の力、はい、分かります。なんか今日は書けるぞとかね。あ、ありますよね。なんかありますよね、はい、大嫌いなくせに。ありますあります、はい。なるほど。え、今なんかこうストレス発散とかこう趣味とかありますか。テニスが好きですね。テニス、体動かすのももともと好きなんですけど、はい、やっぱテニス世界中でね、あのいろんな国でされますし、はい、結構長生きにつながるスポーツなんていうことも言われたりして、ただちょっと20日市でテニスしたことないので、はい、20日市市にあんまりお友達がいないので誰か誘ってくださる方。そんなの被ってるからだから、ね、そうですかね、いつも被ってるわけじゃないんですよ。そうですよ、ね、誘っていただけたらありがたいですね。わかりました、はい、ということです皆さん。じゃあ最後にもうなんかお話尽きないんですけど、はい、今後の夢を教えてください。そうですね、もうあの今後もやっぱり理想の教育の形をちょっと模索していきたいなと。結構こう今コロナもあったり、あのグローバル化っていうのが進んでますけど、そんなにこう教育ってそれほど大きく変わってないかなというところもあるので、まあ、本当に理想的な、そのさっき言ったような主体的な教育とか、あのバカロレアとか英語教育とか、そういうのをちょっとこう突き詰めていくと、どんな形があるのかなっていうのをこれからも探していきたいなというふうに思ってます。ありがとうございます、はい、主体的な教育、そしてやはり好きなこと、スティーブ・ジョブズも言ってますよね、やっぱり好きなことを見つけ続けなければいけないっていうね、はい、そこが大事なのかもしれないですね。はい、で今 YouTube 回していただいてるんですが、はい、これはどうあの検索すると出てきますか。あ、ですね、園長 YouTuber とかで月の光国際保育園園長とかで検索すると多分出てくると思うんですけど、はい、はい、かしこまりました。はい、お願いします。今日のゲストは月の光国際保育園園長の望月力さんでした。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。